使うことの喜びを文録チャンネル。今日はね、僕のお気に入りだったツイスビーダイヤモンド、これについてのお話なんですけど、悲しいことにね、これ壊れてしまったんですよね。これね、購入当初からずっとパイロットの色雫のもみじを入れ続けてたんですよ。でもうこれね、満タンにして4回目ぐらいかな、4回目なんですよね、これ。まあ、まだこれだけ残ってるんですけど、インクはもうすでにね、満タンの状態で3回使ってるんですよね。まあそれぐらい結構使い込んでるやつで、まあ赤が入ってるわけですけど、僕の普段使いの赤として活躍してくれたもので、常にね、筆箱の中に入れて使ってきたんですよ。ということで、非常にね、お気に入りのね、まあ一軍選手だったわけですよ。ところがね、まあここ最近ね、これを使うとね、必ずといってね、手が汚れるんですよ。ね、ほら、こんな感じでね、手が汚れちゃうんですよね。だからね、なんでこんなね、手が汚れるのかなって思って、最近ちょっとね、使うのを避けがちだったんですよね。必ず汚れちゃうから。で、まあちょっとこれ開けてみますけど、これティッシュでね、こうね、拭いてみると分かるんですけど、ほら汚れるでしょ、こう汚れるんですよね。ティッシュが汚れちゃうんですよ。まあね、このインクがね、ここから染み出してるわけですよね。まあね、このツイスビーの特徴として、まずね、プラスチックでできてるってこと、ということで、プラスチックってね、非常に魅力的な素材ではあるんですけど、まあ割れやすいわけですよね。壊れやすいわけですよ、プラスチックというのは。まあそれも強度としてはね、もう金属とかに落ちるんで、やはりプラスチックは壊れやすいという性質がある。そこはもうしょうがないんですけど、でさらにこのツイスビーの最大の特徴は、吸入式のペンになっているってことなんですよね。この吸入式っていうのがね、このツイスビーの魅力でもあるんですけど、吸入式であるがゆえに、まあもしね、そのプラスチックの部分が劣化してくると、かえってね、それがちょっとね、言ってる鼻からインクがついちゃった。かえってね、それがね、よろしくないわけですよね。コンバータ式だったらまだ救済の余地があったかもしれないけど、ちょっとね、吸入式っていうことで壊れた時に余計にね、インクが染み出やすいってことでね、ほら出てくるでしょ。まあやっと特定したんですけど、ここにね、ひびが入ってるんですよね。ここひびが入ってるでしょ。このひびからインクがにじみ出てくるわけですよ。これがね、その手が汚れる原因ですね、ということが分かってます。悲しいかな。たったこれだけですよ、たったこれだけの日々、たったこれだけの日々でね、こう筆記しててインクが染み出てきちゃって、こんな風に汚れてしまうんですよね。たったこれだけの日々だけど、こうね、ここに当ててみるとこんな感じでインクがついてしまう。悲しい。ということでね、ここじゃなくてここを持って書けばいいじゃないかってことなんですよね。ここを持てば手が汚れないわけですよ。まあなんとか筆記することができる。2023年の1月24と。悲しいね。結構ね、僕もね、これまでの動画でね、このツイスビーのダイヤモンドは絶賛してきたわけですよ。非常にいい万年筆、値段もねリーズナブルですしね、
非常にいい万年筆ということでね、絶賛してきた万年筆ではあるんですけど、まあこういうふうにひびが入ったのは非常に残念ですね。まあ普段からね筆箱に入れて持ち歩いてたっていうことが原因の一つなのかもしれないんですけど、にしてもね、なんでここが割れちゃうかなっていう感じですよね。ここが割れてしまう理由が分かんないですね。これ閉めるときになんか割れてしまったのかな、こう閉めるときにね。ちょっとも分かんないし、特にねこの筆箱に入れて持ち運んでいて、この中のここだけ割れてしまう理由が分かんないですね。ちょっとそれが残念です。あとね、このインクがここに入ってるわけですけど、ここら辺にもねインクが入ってるじゃないですか。なんでねこの辺にまでインクが来るのかなっていうのはね、そこはちょっと疑問に思いますね。この辺ね、樹脂でコーキングとかしたら治るのかな。なんとかね助けたいこのペンを。あのペン先に関してはね非常に書きやすいんで、本当にこれねペン先はね非常にいいんですよね。これせっかくねこんなねぬらぬらと書けるんで、こんな滑らかに書けるんでね、このペンをねたったこのひび一割のひびでね使わなくなるっていうのはねもったいない。それはもったいない。だからなんとか助けたい。このまま使わなくなるのはもったいないんで、ということでね、このダイヤモンドはね非常にいい万年筆ではあるんですけど、まあ、プラスチックということもあってね、耐久性ね、耐久性はちょっとね難ありだったなっていうのが分かった。その点もねちょっとツイスビーね正直にね伝える必要があるなと思って、でもこのツイスビーに関しては高く評価してるんで、これツイスビーが悪いっていうよりはもうね、初めて僕の待ってる万年筆でね初めて壊れたんで、まあ一軍だったっていうのもね理由の一つにはあるんですけど、こいつが一軍だったっていうのも理由の一つではあるんですけど、これが最初に壊れた万年筆になってしまいましたね。なんかね使わない万年筆いっぱいあるけど、でもねこうしてね使えなくなるのってね本当に悲しいですね。こんなに悲しいものだったとは。使わなくなるのは全然平気なのに、使えなくなるのってねこんなにもね辛いものなのか。でもこいつはねどうしても復活させたいんで、ちょっとね今度ねこう樹脂で固めるとかね何かしらやってみたいと思います。今もうほらこことかも汚れてるでしょ。もうこれ使うと本当にいろいろ汚れてしまうんですよね。はい、というわけでね今日はツイスビーダイヤモンドが壊れてしまったよという動画でした。以上です。ではまた明日。